こんにちは今回は明治時代の5回目ですそれでは3つのポイントを見ていきましょう1つ目板垣と西郷が歩んだそれぞれの道板垣編と自由民権運動という運動を展開します2つ目今度は西郷編西郷隆盛は西南戦争という戦いを起こすんですよね。 えー、この2人全く違う道を歩んでいきます3つ目10年後に国会を開設するという約束を政府がしたそれによって板垣大助は自由党を作る今回は板垣大助と西郷隆盛政官、えー、論に敗れた2人がどのような人生を歩んでいったのかについて見ていきます それでは一つ目です板垣編板垣退助が自由民権運動というのを起こすということをやっていきますこちらの写真が板垣退助ですね一応漢字こちらに書いておきましょう板垣退助は青函論で敗れてそれで地元の土佐に帰ってからですねどうしたかこれからは言論の世の中だと言論で 自分の主張を伝えていくんだというふうにしましたそこでこの板垣泰輔が出したものちょっと長いんですよこれが民選議員設立の憲白書というものですちょっと時間かかりますね民間のから選んだ国民から選んだ人たちによる議員話し合いの場だね今衆議院とかでしょ 民選議員設立の。憲白書。まあ建白書っていうのは意見書のことだと思ってくれればいい。ああようやく書き上げました。民選議員設立の憲白書というものを出します。ちょっとこの線という字難しい。まあ普通のね、線で書いても。おそらく大丈夫だとは思うんだけれども。 できればこっちで覚えておいた方がいいと思うこの民選議員設立の憲白書というのはどんなものが書かれていたか一つはね先制政治がダメだよと一部の反出身一部の人たちによるこの先制政治はダメだとそういう主張だったそしてもう一つ何かを開こうというふうに言ったんですこれは何かというと 国会です話し合いの場所を開きなさいと一部の人たちによる政治はダメ話し合いで物事を決めていくんだだからこれは国民から選んだ議員衆議院とかの議員だよね話し合いの場所を作ろうというものだったんだねこのように板垣大輔は言論で自分の理想を実現していこうとしていきます それでは続いて西郷編です。こちらが西郷隆盛だね。まあ、実際この写真じゃなかったらしい。これはまあ弟といとこをね。なんか写真を合成して作ったようなものらしいが、この西郷隆盛。一応字解読ね。この西郷隆盛はね。地元鹿児島に帰っていろんな種族から泣きつかれるわけですよ。西郷ドンと岩の間はじゃ、士族は生きていけませんとね。 とんでん兵じゃきついし政官論はやらなかったしそういうことだったら自分たちはもう食っていけないみたいなことを言ったわけだでまあその後ねもちろんその朝鮮を開国させてはいるんだよ政府はでも士族に対しては冷たい態度だったそういう種族たちにね押されて西郷隆盛はどうしたかというと西南戦争を起こすすんですいいかい先ほど出てきた板垣退助は言論だった。 西郷隆盛は地元の士族に押されて戦い政府に戦いを挑むんだねでまあこれは残念ながら勝てる戦いでではありませんでしたやはり新政府側というのは武器もたくさんあるしねそういう中で西郷隆盛がいくら立ち上がったといっても鹿児島だけのでもまあプライドをかけてというかねこのまま黙ってのうのうとは暮らしていけないと。 いうことで西南戦争を起こしたということです。最後高森は敗れて結局鹿児島に敗退して、えー、鹿児島の桜島が,桜島がですね見えるところでまあ最後自分で腹を切って亡くなったと言われています。それでは三つ目です。 先ほど西郷隆盛が西南戦争を起こしてそして敗れたというところやりましたね武士の最後のリーダーであった西郷隆盛が負けたことによってもうこれは戦いで政府にね反抗していくというのは無理だとみんな悟るわけですこれからは言論しかないということで板垣大輔の自由民権運動というねこの運動が盛んになっていきます 板垣大輔は政府に対して国会を作ろうと作ってくれというですね民選議員設立の憲白書を出しましたよねようやく自由民権運動が高まって政府は10年後に国会を作るという約束をしますそこで板垣大輔は国会ができたら話し合いのグループが必要になるとよし今のうちに作っとこうということで自由党という政党を作ります板垣大輔が フランスのまあ政党をですね意識して自由党を作ったわけです。それに対してこちら大隈重信この人物はあの東京専門学校といって後の早稲田大学を作った人物でもあるんだがこの人物が作った政党が立憲改進党なんだねイギリスの影響を受けて立憲改進党という政党を作ったこのように。 来たるべきききき国会開設に向けたた動きができてきたんだね自由党と板垣泰助立憲改進党と大隈重信政党名と人物名をしっかりセットで覚えておこうそれでは今回勉強した内容を練習していこうまずは板垣泰助が1874年政府に提出したものです 先制政治をやめようというねそして何かを開こうというそういうものでしたさあ長いやつですねこれ書いていきますよこれは「民選議員設立の憲白書」というものでした長いね はい、民選議員設立の憲白書という意見書を出します一つは先制政治をやめようそして何を開くかこちらが国会ですね話し合いの場を作ろうというふうに言ったわけですこれによってどうだったか何かの運動まあ、国会を開こうとか地層を減らしてくれとかそういういろんなですね運動なんですねその運動のきっかけとなりました このの運動の名前こちらは自由民権運動と言いますこの運動が盛んになって政府に対して国会を開いてくれというですねそういう意見がまあいろんなところから出てくるわけです。それでは続いて1877年不平士族による最後の反乱。 そして、それを起こした人物を練習していこう。なんという戦いだったか。ここに入るのは。西南戦争でしたね。まあ、戦争と名前がつくぐらいですね。大規模なものだったわけです。この戦いを起こしたリーダーだった人物。誰かというと。西郷隆盛です。 これまで何度も歴史上登場してきた西郷隆盛ですがここで亡くなってしまいますまあ武士のね士、えー、族か士族のリーダーとも言えた西郷隆盛も敗れてしまったこれじゃあねもう戦ってもしょうがないというふうに思ってどうだったか武力がダメなら言論だということでこの運動が高まりを見せるさあこの運動の名前何だったかさっきも出てきたよ これは自由民権運動でしたね、えー、国会を開こうあるいは地層を軽くしてくれそういういろんな要求が混ざった運動だったんだ。この運動は取り締まりもねすごくされるんだけれどもこの高まりが運動が高まっていってこうなります。政府は10年後、まあ、ちょっと先なんだけれども国会を開くことを約束しました。 で国会を開くことを約束されたわけだからじゃあそれに備えて政党グループを作ろうということで2つの政党ができますこの政党の名前そしてそれを作った人物の名前おさらいしておこう3い,いかなまずはフランスの影響を受けた政党こちらが自由党です作った人物は 板垣泰助はね襲われた時に悪いやつに襲われた時にねそうですそんな襲われてる時にそんなこと言う暇あるのかねと思いますけれども、まあ、それぐらい自由ってものを大事にした人物とも言えるさて次ですイギリスの影響を受けてできた政党立憲改進党ですね この立憲改進党は心を改めるんじゃありません進んでいく制度ですね立憲改進党これを作った人物は誰か大隈重信ですこの熊という字がちょっと間違えやすいから気をつけよう東京専門学校後の早稲田大学を作った人物でもあるね大隈重信 いいかな、自由党の板垣退助。立憲改進党の大隈重信、しっかりセットで覚えておきましょう。それでは、今回のポイント三つ、おさらいしておきましょう。一つ目、板垣と西郷が歩んだそれぞれの道の板垣編です。板垣退助は、民選議員設立の憲白書というものを提出して。 それが自由民権運動につながっていったんだね二つ目今度は西郷編西郷隆盛は西南戦争を起こしたこれに敗れたことによってさらに自由民権運動が高まることになっていったね三つ目その自由民権運動の高まりを受けて10年後に国会を改正すると政府は約束したそれによって板垣大助が自由党を 大隈重信が立憲改新党を作ったということを勉強しました。今回は明治時代の5回目、板垣退助と西郷隆盛についての勉強でした、えー。東京にですね、靖国神社という神社があって、よく総理大臣が参拝すると周辺諸国との問題があるとかそういうことでよくニュースになるんですけども、あの靖国神社っていうのはね、どうやって作られたか。あれは明治天皇が 日本の戦争のために亡くなった人たちを祀ると言って、まあ作られたものなんだね。それでは永久戦犯っていう、えー、東条英機元首相とかが祀られているのが問題なんじゃないかって、まあそういういろんな議論があります。ただね、今言ったその靖国神社、今日の勉強と何が関係あるかというと、これ西郷隆盛って靖国神社に祀られていると思いますか。これはね、祀られていないんです。なぜなら西郷は 政府に歯向かった人物なわけだから日本のために亡くなったとは見なされなかったんだね、えー、今ではあれだけ人気のある西郷隆盛なんだけれども、まあ、例えば鹿児島とか、ね、上野とかには西郷隆盛の像ありますよしかし靖国神社には祀られていないという、まあ、それもまた事実なわけです